はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の数学的機能法丸1をお送りします。で、前回までね、全化式ずっとやってきたんですけど、ここからタイトル変わって数学的機能法です。で、ここもなかなかの強敵なんですが、で、機能法をね、知ってる方はピンとくると思うんですけど、機能法って問題はね、途中式がめっちゃ長くなってしまうので、一つの動画でおそらく1問ずつやってる感じになります。だからちょっとね、シリーズ長くなるかもしれないんですが、まず、今回ね、このスタートとしてこの1問、これね、やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、じゃない、これもなんか厳しければ、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、機能法のスタート問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回この動画で掴んでほしいのは、まず機能法って何なのかっていうのと、機能法の問題はどうやって証明するのかっていうのを掴んでください。で、それを掴んだ上で、まあこれもよく出てくる問題なんでね、これができるようになってくれたら嬉しく思います。で、まず大わかな、まあ大わかなっていうかね、大きな枠組みとして、機能法は2つ大きくやんなきゃいけないことがあります。で、それが、まず N が1の時に成り立つかどうかを確かめる。1の時ね。で、次がめんどくさくて、次が K の時、まあいくつかわかんないんです。K の時に成り立つと仮定します。勝手に。成り立つよねって。で、そう仮定した後に、じゃあその隣のK プラス1で成り立つことを証明する。まあ、示すと。この2本柱です。1の時に証明する。まあ、成立することを示すと。で、もう1個が、K の時に成り立つと仮定した時に、K プラス1でいけるよっていうところを示さなきゃいけない。で、なんでそれをすることによって、これが証明できるかっていうと、結局、これって今 N が入ってるから、いくつまでかってのはわからないんだよね。例えば3の2乗、まあ、5の2乗までなのか、10の2乗、20の2乗、わかんない。どこまで続くかは。だから、どこで切ったとしても、絶対成り立つってことを言わなきゃいけないのね。証明っていうのは。で、例えば、じゃあ N が5の時、6の時って分かんないですけど、もう並んでるじゃないですか。で、ある一箇所。ここ。で、今、このね、もともと与えられてるこれが、成り立つとします。でも、証明する上では、これは仮定するの。成り立つと。これ仮定だね。仮定する。で、その時に、一個隣、ここね。が、こいつを使って、あ、成り立つよって、いうことを言うの。今から。まあ、日本柱なので一個になりますけど、ここで成り立つことを仮定した時に、一個隣の、まあ、こうって言い方はおかしいけどね。一個隣で成り立つことを示す。そうすると、もともとここ仮定スタートだったけど、あ、ここが成り立てば隣も成り立つんですねってことが言えたわけだよ。ってことは、じゃあ、ここが成り立って成り立ちました。じゃあ、ここが成り立ったんだからもちろんここも成り立ちますよね。成り立ちますよねっていう連鎖的にどんどん成り立ってって、じゃあ結局全部成り立つじゃんってことが言える。これが数学的機能法。で、もう一個の柱として、N が1の時を言わなきゃいけないって話をしたでしょ。これ、ここが成り立つから隣成り立つよねの連鎖反応は起こるんだよね。こうやって。もうこっちも起こってると。でも、1の時、最初。っていうのは、ここがないんで、こっちが。飛んでくるものがないから、これは自分で示さなきゃいけない。でも、2からは、もう1が成り立てばこっちが成り立つっていう連鎖反応の渦に巻き込むことができるので、だから、N が1の時に成り立ちますよって。で、さっき言ったように、N が K の時って言うんだけど、K の時に成り立つと仮定して、そしたら、K プラス1の時も、あ、成り立ってんじゃん。隣行けるぜ。じゃあこれ連鎖反応で全部行けるじゃん。っていうことを言いたいから、こことここの2本柱で勝負していきます。これが数学的機能法ね。ざっくり言うと。まあめっちゃざっくり言ってるけど。では、実際にね、問題。まあ書き方とかもね、いろいろあるんで、まあちょっとそれをやりながら行きましょう。で、一応ですね、ある程度その減点を食らわないような書き方をするんですが、まあ、学校の先生とかのやっぱこだわりもあると思うので、まあ、書き方についてはね、定期テストとかで対策で見てる子は、そっちに合わせてください。自分よりも学校の先生とかにね。で、まず行きます。場合分けですね。まあ、2本柱なんで。で、1個目。で、さっき言ったように、まず N が1の時から勝負します。これ簡単です。N が1の時。で、
今証明したいのはこいつとこいつが同じってことを言いたい。で、左辺と右辺で分けて考えて、1の時、まず左辺を計算します。でも、これって1の2乗たす2の2乗ってなってるから、最後が n が1って言ってるから、結局1しかないんだよね。1の2乗。2の2乗とかも入ってきてないからまだ。だから、左辺は1の2乗なんで結局1になります。こうやって。で、右辺も同じように計算して、右辺イコール、ちゃんと分けて書いてね。左辺は、右辺はっていう感じで。で、右辺 n にね、1を代入すると、6分の1かける1。ここカッコが2になって、最後が3になるか。だからこれ計算すると1になるんだよね。で、1と、左辺と右辺がちゃんと同じ1になったので、n イコール1の時は、より、まあ、成り立つと。同じになったから OK だよっていうことがわかります。これは入れるだけだから簡単。で、次が勝負。ね、K の時です。まず、その n イコール K の時ね、に成り立つと仮定します。だから、n イコール K の時なので、n に K を入れたやつ、1の2乗プラス、2の2乗プラス、ちょっとめんどくさいけど書きます、ここはちゃんとね。から、K の2乗まで。で、右辺も K に変えて、K プラス1。で、2K プラス1。これね。が、成り立つと仮定する。が、な、り、立つと、仮定すると。だから、仮定上、成り立つと仮定をしてるので、これは使って OK です、今。もろに使わなきゃいけないんだけど、結局ね。で、この後に、K プラス1の時を考えていきます。で、これは多分書いた方がいいです、基本的には。K の時に成り立つと仮定して、じゃあ、N イコール、K プラス1の時を、まあ、書き方ね、いろいろ変わるかもしれないけど、まあ、考えるとといきます。で、結局、K プラス1っていうのは、ここ。これね、K プラス1が入れた時に成り立つことが言いたいと。だから、どっから行こうかな。じゃあ、ここ書いていって、1の2乗プラス、2の2乗プラス、3の2乗プラス、点点点。プラス、ちょ、K の2乗も書いておこうか。K の2乗足す。今回、K プラス1の時を考えてるんで、左辺。この K プラス1までの、ごめん、K プラス1の2乗までか。ここまで足したものになります。こうやってね。で、ああ、そっかそっかそっか。この場合だったら、左辺イコールって、ちょっと書きたいのが分かりやすいかも。これちょっと消すね。左辺イコール、1の2乗足す、2の2乗足す、3の2乗から、一応分かりやすく K の2乗も通って、最後 K プラス1の2乗まで足しましたと。で、間違ってもやっちゃいけないのは、今、K の時成り立つって言ったから、これは使って OK。でも、K プラス1の時成り立つっていうのは言ってないです。それを証明したいから今。まあ、示したいからね。だから間違ってもやっちゃいけないのが、K プラス1を入れます。K プラス1を入れますって言ったら式を書いちゃダメね。今やりたいのは、左辺にね、K プラス1、この時ね。を計算してったら、ちゃんと右辺、ゴールになりましたよってことが言いたい。で、今回、左辺を計算してって、どこにたどり着きたいか。それは、ここに K プラス1を入れた状態に持っていきたいんです。だからちょっと色今回赤一色で描けるから、結局ね、これを計算してって、ゴールはここに K プラス1を入れるから、6分の1。n のとこに入れるから、k プラス、ごめんね、1でしょ。で、ここに入れるから、k プラス1たす1なんで、k プラス2になるんだけど、ちょっとわかりやすくいきます、今回。ちゃんと入れてるよって、k プラス1たす1ですね。ここに k プラス1入れただけです、こうやって。で、これも同じ。また計算しちゃっても構わないんですけど、こうですね。これがゴールです。これがもし、これをね、計算してって、このゴールにたどり着けば、
あ、K プラス1の時もちゃんと左辺計算したら、あ、右辺なってるから成り立ってるじゃん。じゃ、K プラス1の時も成り立ったんで、OK ですね、に持ってけるの。で、ここの変形っていうのは必ずゴールを意識します。ここに持っていきたいんだっていう。で、そこに持っていくために変形を頑張るの、ここからね。で、これどうするかっていうと、さっき言ったように、K の時は成り立つと仮定してるので使って OK なんです。だから、1の2乗から K の2乗までは、こいつを代入できる。で、しちゃって OK。で、すると、6分の 1K、K プラス1の 2K プラス1ですよね。こうなる。ここまでね。ただ、後ろにまだ K プラス1の2乗がいるので、こうなります。で、普通にこれやっていくと、K プラス1が共通項なんでくくり出したくなるんですけど、ゴールがここなので、6分の1もくくり出した方がやりやすいんだよね。だから、意図的に6分の1、カッコ K プラス1をくくり出します、前に。そうすると、6分の1、カッコ K プラス1をくくり出しました。で、残ったもの、例えば前の項、ここね、から、6分の1と K プラス1をくくり出したんで、K とカッコ 2K プラス1が残ってます。で、それ詰め込むからもう展開しちゃおうね。2K2 乗プラス K になります。残ったものは。で、こっから6分の 1K プラス1を取り出すと、K プラス1はまあくくりいいね、1個はね。で、ここ K プラス1が1個残るんですが、6分の1を無理やり出したんで、6が残ります、これ。だから、6カッコ、ここも書いとこうか。6カッコ K プラス1が残ってるんです、これ。ここには。で、それはちょっとピンとこない場合は、もう一回こいつを配ったら、これに戻したいんだよね。くくり出してるから。戻せばいいんだから。で、これを戻した時に、こうなるようにって考えたら6がないとさ、6分の1くくり出せないからね。で、これも配っちゃいましょう。だから 6K プラス6とこうなります。いいかな？まだ入る？いけるいける。で、これをね、まあ前の二つはこれでいいです。同じでね。で、この中身計算していくと、2K2 乗プラス 7K プラス6です。で、これ、たすきがけうまく使ってもらえると、ね、これごめん。前 K のがいいや、説明上は。K で、2K で、合わせたいから、23かな。こうでいいかな。これ、たすき分け。下だけね。で、それを書いてくれてもいいんですけど、これ、K プラス2って、これだよね。K プラス1たす1って K プラス2だから、結局。これと同じなの。だから、これね、普通にこれを書いてもいいと思うんですけど、先生によっては、多分こっちを書きなさいっていう人も多いと思うので、こっちの方が安全。ちゃんと K たす1が入った時の形になってるからね。なんで、K プラス2がこれと同じだから、意図的にそれを書いておきます。プラス1。で、これね、展開すると 2K プラス3になるんで、これ同じなんだよね、結局これも。だから、今回もそれ意図的にそっちを書いておくと、2カッコ、K たす1プラス1と。こうなって、左辺を計算していったら、ちゃんと K プラス1のゴールになりましたと。なので、K プラス1の時も成り立つ。一応書くか。下いけるね。よって、n イコール k プラス1の時成り立つと。あ、待って。よいしょ。これで最初に説明した k のところが OK だったから隣も行けましたっていう、このセットができた。一番欲しかったところが。で、このセットができたことによってもう全部ドタタって崩せるので、n イコール1の時も示しました。で、k の時成り立つって仮定して k プラス1も OK でした。この1、2が揃ったらもう終了です。で、最後、一言ね。下。無理。なので、ちょっとこっち行こうか。まあ、ここはね、よいしょ。ここは自然数 n だもんね。まあ、そうやって、すべての、すべての自然数 n について、成り立つと。この一言を添えて終了となります。よいしょ。これが数学的機能法です。ね。で、まあ、
もうなんかポイントはね、何回も言ってるんで、まあね、また言うのもあれですけど、まあ大事なことはやっぱりこの K のところが倒せるかどうかなのね。で、K を、まあ、仮定するのはさ、書いてあることに K 入れるだけだから OK なんですけど、K プラス1から崩していくパターンっていうのは、やっぱりこのゴール。ここですね。どの状態に持っていきたいのかっていうところをちゃんと意識する。で、そこに近づけて持っていこうという意識が大事。で、もちろんキノコの問題、まあ、次回からもね、違うパターンのキノコやっていきますけど、一概に全部こうやってね、ゴールを意識してとかいうわけではないんですけど、でもひとまずは1の時を示す。K の時成り立つと仮定してから K プラス1が成り立つことを示すっていう、この2本柱です。必ず、機能法は。なので、まずまあ初回ということなので、これをね、ぜひ覚えてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B の数学的機能法丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2です。また機能法ね、続きます。違うタイプの問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。で、最後の最後で忘れましたね。焦点が、まあ、多分今回大丈夫かと思うんですけど、最後ちょっといじりますね。最後ちょっとね、付け足しになっちゃいましたが、まあ、次回もね、もしよかったら見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。